デブリン・ホチスは、アラバマ州、キンバリー出身のアメリカンフットボール選手、カナディアンフットボール選手。現在、CFL のオタワレットブラックスに所属している。ポジションは、クォーターバック。サンフォード大学で4年間先発 QB を務めた。その間、サザンカンファレンスの最優秀攻撃選手に3回、選ばれた。また2018年には、ウォルタ・ペートン賞に選ばれた。 NCWA の FCS パス記録となる14,584ヤードを獲得した。それまでの記録は、アルコーン州立大学のスティーブ・マクネアが1994年に作った記録であった。2019年5月13日、ピッツバーグ・スティーラーズとドラフト外フリーエージェントで契約した。プレシーズンゲームでは2試合に出場し、パス38回中20回成功。 にタッチダウン、一インターセプトで、同年8月31日に解雇された。9月10日にスティーラーズとプラクティススクワット契約を結んだ。その後、エース b のベン・ロスリスバーガーが負傷したため、9月16日にアクティブロースター入りした。10月6日のボルチモア・レイブンズ戦で、脳震盪を起こしたメイソン・ルドルフに代わって、 交代出場、パス9本中7本成功、2回のランで20ヤードを獲得した。10月13日のロサンゼルスチャージャーズ戦で、初先発、132ヤード、1タッチダウン、1インターセプトの成績を上げてチームは24から17で勝利した。11月24日のシンシナティベンガルズ戦の第3球にルドルフに代わって出場。 79ヤードのタッチダウンパスを含む118ヤードを投げて16から10の逆転勝利に貢献した。ヘッドコーチのマイク・トムリンは11月26日に翌週のクリーブランド・ブラウンズ戦でホッチスを先発 q b に起用すると発表した。その試合で彼は212ヤードを獲得、1タッチダウン、1インターセプト、チームは20から13で勝利した。 アリゾナカージナルス戦でも勝利したが、12月15日の NBC サンデーナイトフットボールバッファロービルズ戦では自身ワーストの4インターセプトを喫し、チームは10から16で敗れた。ありがとうございます。